カリフォルニアゴールデンベアーズとスタンフォードカージナルの対戦はビッグゲームと呼ばれる。写真は2004年会場はゴールデンベアーズのホームカリフォルニアメモリアルスタジアムパシフィック中に、カンファレンスはアメリカ合衆国の大学スポーツにおけるカンファレンスの一つ。創設は1959年。西部6州の12校が参加している NCWA のディビジョン I。 ディビジョン IA のメンバーである。このカンファレンスの起源は、1915年12月15日に、オレゴン州ポートランドのオレゴンホテルで開かれた会議で、西海岸大学連盟が結成されたことに遡る。創設メンバーは、カリフォルニア大学バークレー校、ワシントン大学、オレゴン大学、そしてオレゴン州立大学であった。このカンファレンスは1916年に動き出し、 翌年にワシントン州立大学を1918年にスタンフォード大学を迎えた。1922年に南カリフォルニア大学とアイダホ大学を加えて発行に拡大。1924年にはモンタナ大学。1928年にカリフォルニア大学ロサンゼルス校を加えて10校の連盟となった。1950年にモンタナ大学は脱退し、 山岳部州連盟に加盟。その後1958年まで西海岸大学連盟は続いたが1959年に解散した。1959年7月1日に西部大学体育連盟が結成され、カリフォルニア大学バークレー校、スタンフォード大学、カリフォルニア大学ロサンゼルス校、南カリフォルニア大学、ワシントン大学が加盟した。 3年後の1962年にワシントン州立大学が加盟。さらに2年後の1964年にオレゴン州立大学とオレゴン大学が加盟し、パシフィック8カンファレンスとして再編成された。1978年のアリゾナ大学、アリゾナ州立大学の加盟の際に名称をパシフィック10カンファレンスとした。さらに2010年7月に、 コロラド大学ボルダー校、ユタ大学の2校が加盟したことで、名称を現在の名称に変更。同時にカンファレンスをノースディビジョン、サウスディビジョンの2ディビジョン制に再編した。NCWA での実績は、南カリフォルニア大学とカリフォルニア大学ロサンゼルス校が群を抜いている。1960年代後半から1970年代前半にかけては、 カリフォルニア大学ロサンゼルス校の男子バスケットボールチームは黄金時代を謳歌していた。フットボールにおいては1960年代に OJ シンプソンらを養し黄金時代を築いた南カリフォルニア大学がその後一時期低迷したものの2000年代に入って5号復活を遂げている。野球に関してはオレゴン州立大学が2005年から2007年まで3年連続で カレッジワールドシリーズに出場しており、2006年と2007年には同タイトルを獲得している。ありがとうございます。